ウィーリーグカップグループ A グループステージの最終節、ホームのチフレ AS エルフェン埼玉が三菱重工浦和レッズレディースを迎えての埼玉ダービーです。まずは先制、浦和の先制のシーン、この菅沢が前線で粘って島田芽衣が飛び込みました。島田はこれで嬉しい初ゴール、しっかりと結果を出すことができました。続いてはエルフェンです。フリーキックの場面から最後岸実が頭で合わせていきましたが、これはゴールを捉えることはできませんでした。続いては追加点のシーン、浦和コーナーキックの流れから石川リオン頭でしっかりと合わせていきました。中央でドンピシャ、石川リオンのゴールでリードを2点に広げた浦和です。こちらは前半31分、清家から島田、この左足で狙っていきました島田です。前半2点のリードで折り返しました。後半も浦和の攻撃が続きます。52分、清家から遠藤、中で合わせたのが菅沢です。遠藤のクロスに菅沢が真ん中から狙っていきました。そしてエルフェンもチャンスを見せます。59分、ユームラ、そして三浦、中村ゆしかが絡んで吉田理子のシュート、これはキーパー正面。なんとか食らいついていきたいエルフェンでしたが、このシュートは入ることができませんでした。まあ、そして終了間際89分、コーナーキックから最後は途中出場の佐久間が飛び込んで頭で合わせていきました。2022-23 ウィーリーグカップグループステージ第6節、このカップ戦の最終節は2対0で浦和がリードを守りました。これで浦和が決勝進出を決めています。